は北海道大学キャンパスの中を散歩に行きます。そしてこっちを見るとクラーク像ポプラ並木総合博物館があるよ。喫茶店に行って無添加のソフトクリームを食べてくる。入ってすぐにインフォメーションセンターエルムの森っていうのがある。あ、ソフトクリームもあるんだね。北大牛乳塩なめらかソフトとかもある。キャンパスマップありますということでマップもらいに行きます。マップもらいました。こんなパンフレットもらいました。北大のキャンパスは東京ドーム38個分、冬に遭難者が出ることもあるとか。地図はあった方がいいですね。町のど真ん中に農場もあれば牛もいる面白い風景、一日じゃ回りきれないかな。こちらは事務局なんだけど、本当になんか歴史的な建物みたい感じ。初代総長さんで農学校の一期生で校長先生になられた方。大志を抱いて。こっちが南門になってて、レンガ調、ちょっと中華っぽい門になってます。環境科学院、旧環境科学研究院。そしてスパッと見るともう都会、ビルの真ん中にあるのがわかる。古川講堂、古川さん財閥の寄付によって建てられたところで、文学研究室として使われているそうです。今は人工だけど、昭和の頃は鮭が遡上してたんだって。クラーク博士、 Boys be ambitious、 有名。クラーク会館です。何があるんだ。こういう古い建物も残ってるんだね。木のね、切り株。総合博物館、すごい建物だよ。歴史を感じる。うん、これミュージアムカフェのね、ポラスのね、オコッペ村のソフトクリームだよね。これケビンの元祖となったソフトクリーム。こっちはミュージアムショップトトロがあるよ、恐竜。開館中、入館無料。博物館入っていきます。北海道大学の歩み、ずらーっと説明あります。 Boys be ambitious。 Boys be ambitious って何？大志を、青年よ大志を抱きですよ。 Boys を青年と、はい。ノーベル化学賞とか、ストックホルム水晶、 NASA スペースシャトル搭乗記念とか。こういう民族の展示もあるのね。ビヨンビヨンってむくりじゃない、あれ。あ、本当だ。でも弾いてるの外国の人みたいな。うん、2階もあるんだね。結構広いよ。壁に効果が書いてあるよ。宮
横津弥生ってやつね。バンペしてる。立ち入りご遠慮ください、バンペのクマ。あ、プランクトン採取するのかな。水産学部だよ。牛の骨標本。鹿。モンドゾウの骨。サインの骨とかカバの骨とか。経済学部コーナー、ウズベキスタンの慣習経済。難しいよ。昔のお金があるよ。え、原始時代なの？ギャートルズの世界？石化って書いてあるからお金だよね。うわ、マンモス大きいよ。やばい、やっぱりさっきのお金原始時代だね。大きい。これはロケット、ハイブリッドロケットだそうだ。まだ上があるんだ。化石。ワニ。建物はヨーロッパ調なんだよね。すんごい綺麗。タイプライター、卓上計算機、文豪ミニはワープロだね。これは何だい。変遷だね。マッキントッシュ、マックの原型。原型。おお、こんなんだったんだ。ソフトクリームを2つ。おしっこコッペブラのソフトクリーム。ぬは有名。ありがとうございます。来たよ。いただきます。無添加。これ美味しくて、これ食べたら他のソフトクリームとか買ったやつは食べられなくなるから覚悟して食べるよねって同じ味だ、うん、ケビンの味、はあ、やっと食べれた北大の美味、うん、しい、美味しい、すぐ溶けるのが特徴ね。無添加の特徴、もう溶けてきてる。ここ全部観光するとしたら丸一日だね。あと植物園とか図書館とか何館何館、まだまだ、まだまだね、うん、あるんでね。疲れた。ポプラ並木、ここがポプラ並木、北大で有名なところです。北海道大学ポプラ並木再生記念、説明があるね。これは二戸稲造さん。こっちが反対から見たポプラ並木。池が落ち葉で埋め尽くされてる。カフェのようなセイコーマートあり。人工雪誕生の地。人工雪を作ったんだね。池もある。ここがずっとイチョウ並木。もう結構枯れちゃってるけど、下は黄色い葉っぱがいっぱい。初代工学部長。札幌農学校第二農場で重要文化財だよ。入ります。昔の建物がそのまま残されている。牛舎、家畜を飼っていたところかな。生乳所、乳製品を作っていたところ。牛舎だよ、牛舎。 NHK の朝ドラの夏空の世界に似てる。古いトラクター。農機具だ。
モデルバーンって書いてあって、モデルバーン、牛を集めるの、産出追い込み所、これは何、穀物庫、このつながっている方は何、収穫室および脱布室って書いてて、脱穀を行う機械の作業場所だって、作業所だ、マルシェがあるよ、至る所にソフトクリームがある、北大牛乳、おこっぺミルクソフトクリーム、北大マルシェでもソフトクリームあります、ウンクーベンとか、ここはジェラート、北大牛乳400円とレギュラーとハーフソフトクリーム50円しか違わないですが、レギュラーでいいです、これってポラスと違うんですか？違うですよ、うん、ポラスさんは、西おこっぺの牧場の方で、うん、こちらはおこっぺ隣町なんですけど、はい、そうなんです、ちょっと違うところの牛乳、なるほど、はい、ありがとうございます。おこっぺ、西じゃない方ね、隣町のソフトクリーム少し黄色い感じ、それと具材の牛さんの牛乳飲んでみます。いただきましょう。まずソフトクリームはどんな感じか、味が違う、ちょっとね、薄味って言ったら変なんだけど、甘みが少し控えめでサラッとしてるね、こっちの方がね、なんだろう、黄色いのって醤油みたいな感じぽいのかな、違う、でもさ、でも美味しい方のタイプじゃん、美味しい美味しい、でもね、違う、好き好きだけど、こっちはちょっとシャーベットっぽい、本当によりサラサラ、無添加には違いない、うん、全然違うんだね、違ってても美味しい、美味しい、いや美味しいわパパどっちがいい、こっちがいいかもしれない、こっちも美味しいんだけど、甘みはね、こっちの方が少ない、うん、ね、こっちもいいよ、美味しいわ、こうも作りたい、味は確実に違う、うん、牛乳いただかせていただきます。臭くない牛乳っていうの、牛乳嫌いな人って言うと臭いの嫌だっていうね、あもうその臭みがない、ほんとね、すごいここあるんだけど、低温殺菌ともまた違うよ、なんだろう、パパの感想は、うん、脂肪がね、多いね、脂肪分が多いんだ、うん、だからコクがある感じがする、でちょうど今時期だからか、あの夏の青草の感じじゃなくて、冬の干し草の感じの濃厚な漬物のご飯食べてるって感じなんの味がする、ちょうど入れ替わりの時期だよね、そう、うん、ということでした、引き牛乳ができる、以上、パパでした。広くて疲れました、次は植物園に行ってみたいです。